夢を追う君へ。オープニングだってつまずいたなら。なんで編み出されたか分かってる？はい、僕がクジラ先生の家で毎朝モスキートーンを流してるからです。うん、違う。あなたが9日連続で宿題を忘れたから。そうだったんですね。宿題を忘れて申し訳ありませんでした。うん、だけどもうそのことはどうでもいいの。じゃあ帰っていいんですか？帰っていいわけない。モスキートーンの件がまだ解決してないから。そうだったんですね。あなただったのね、モスキートーンの犯人。そうだったんです。私すごく怖かったんだから、毎朝パンを食べてる時にね、パンかじった瞬間にキーンってなったりするんだから、キーンってあらあーってなるんだから、でもずっと続くからこれパンが悪いのかなと思ってね、で違うパン買ったりして、それでも治らないから、まあ、パンが悪いわけないかなんて思ったりして。そりゃパンが悪いわけないでしょう、先生ご冗談を。はははははじゃない、あんたははははじゃないよ、犯人だ。私耳鼻科に行こうとしてたのよ、明日。危なかったわ。よかった耳鼻科に行かなくて。よかったですね。よかったですねってあんた言うな。犯人がよかったですねなんて言うな。わかりました、帰ります。なんでなんで今帰れると思った？どうやってあれ流してんの？どこで流してんの？あ、先生の自宅に、毎朝決まった時間にモスキートーンが流れる装置を設置してます。何その装置、初耳だわ。そんな装置があるの？自作です。手作り？まあいろいろやってんのね、あんた。将来犯罪者または天才、どちらかね。どっちでしょうね。もういい、帰りなさい。ぼー、クジラだね、さようなら。ぼー、ドアの閉まる音、カレンダーの印、部屋から聞こえる君の泣き声、見えるコートの方が怖いと君は夢を追い続けてきた。努力が報われず不安になって珍しく僕に当たったりして、ここで諦めたら今までの自分がかわいそうだと君は泣いた。夢を追う君へ、思い出してつまずいたなら、いつだって物語の主人公は笑われる方だ。人を笑う方じゃないと僕は思うんだよ。